名古屋の栄のとある料理教室に来ています。ここで健康的で美味しい料理を教えているのは名古屋大学環境医学研究所の伊藤パディージャ彩香講師です。この日のメニューはイワシのオイル漬け、油についてのレクチャーも行います。オメガ3系は今日食べていただくオイルサーディンのイワシなんかにたくさん含まれている油で、オメガ6系はいわゆるあのサラダ油です。ここの教室の方たちすごくあのコミュニケーションを取ることが すごく上手な方たちで、それってどうしてですかって質問が来るとなんか改めて考え直すいい機会になってるなって思います。研究していく上での参考にもなることが多いなって思います。その研究内容とは、一言で言うとあの栄養の代謝、特にあの脂質の代謝がどうやって免疫を調節しているかっていうことを研究してます。あの自己免疫疾患といって、免疫が暴走してしまって自分自身の体を免疫が自分で攻撃するっていうタイプの病気があるんですけど、それに対してオメガ3系の多価不飽和脂肪酸っていう魚に含まれている油を取っておくとその病態が改善するっていうことを明らかにしてます。マウスを使って全身レベル、臓器レベル、細胞レベル、遺伝子レベルで研究をしています。これはあのメタボローム解析といいまして、あの細胞に何かを刺激した時に細胞の中でどういう代謝産物が変わってるかっていうのを全部網羅的に解析できるようなものなんです。食べることって生きていく基本だと思うんですよね。でその食っていう視点からどういうふうに食べたら免疫をバランスよくちょうど働かせることができて病気を予防することができるかという観点から病気の成り立ちを明らかにしていきたいですし、それを予防するための食事の提案ができたらいいなと思ってます。現在伊藤講師は名古屋大学高等研究院若手新分野創生研究ユニットの心身相関病態研究ユニットにて、栄養代謝に加え心理ストレスと免疫疾患との関連について研究を進めています。栄養やストレスといった現代人が抱える問題について、従来の発想では生まれない新たな慢性炎症性疾患の克服戦略を追求したい、そう意気込んでいます。研究について詳しくは概要欄をご覧ください。